次に木良芳子君、はい、日本共産党の木良芳子です 本日は3人の参考人の皆様、貴重なご意見をありがとうございます。それでは早速ですが、初めに足立参考人に伺いたいと思っております。足立参考人が冒頭おっしゃっておりました通り、私もです、ね、本法案については、1990年の物流二法施行以来の規制緩和の流れの中で、二の市や物流業者に対して一定の規制強化を図ろうと、そういうものだと認識しているところです。で一方ですね この4月から高速道路におけるトラックの最高速度が、これまでの80キロから90キロに引き上げられました、この最高速度の引き上げについて、まずお尋ねしたいと思うんですが、これについて、現場、トラック運転者の皆さんの実感というのは、いかがでしょうか、まあ、変化があるのかなどなどを含めて、教えていいただければと思います足立参考人。まずあの この4月から高速道路が今まで80キロから90キロに変わりましたで、まだ始まって20日間ほどしか経っていませんが現場の実感といいますか私ども走ったりするときに感じるのは高速道路全体のスピードが上がったなというふうに考えていますで、これはやはり今まで80キロという制限の中で大型トラックがいてそれを追い越す側は90キロであったり95キロであれば 当然、すごく抜けたというのが、えー、今までずっとやってきた感覚でしたで、これが90キロになるということは、当然、追い抜く側もそれ以上のスピードを出さないといけない。 いうことになってくるという点で、全体の高速道路を、まあ、大型トラックを走っているところでの、高速道路でのスピード感はやっぱりアップをしていますし、当然、ドライバーに対するその、まあ、ドライバーの重圧感といいますか、やはり今までよりもスピードが上がることに対する恐怖を含めて、えー、厳しくなっているんではないかなというふうに思っています。で現場ででは実際にじゃあもうそれを取りり組ままないと今まで通り80キロと 頑張ろうというところもあるように聞いてますし、えー、その方が経済、えー、燃費も向上しますから、いいんだというところも多くあるようで、えー、その辺がですが、ね、また高速道路で80キロ、それから90キロの大型トラックがね、並走、えー、して走るということは危険かなというふうに考えています平良子君。 事故が減少しているとはいえ、ゼロではない中で、こうしたドライバーに対する負荷が増えている現状がもうすでに出てきているというのは深刻な事態だなと思って伺いましたありがとうございます。で続いてですね、あの3人の参考人の皆様すべてに伺っていきたいと思うんですけれども、衆議院の参考人質疑では、え首都参考人からトラックドライバーの賃金体系について、 歩合制の比率が高いということを特徴としておりまして、基本給の低さがドライバーの収入の不安定さにつながってきたと言われているとの指摘がありました。また、ドライバーの働き方についても、1回トラックに乗ったら、もう5日、6日帰ってこれないという働き方こそ、変えていかないといけないんじゃないかと思っていますという指摘もありました。 どちらも重要な指摘だと思っています。まあ、本日もそのようなお話、ちらちらあったと思うんですけれども、やはり私も、このドライバーの賃金を上げるといったとき、そもそもの基本給、固定給の部分の引き上げというのが重要なんじゃないのかと、また賃上げだけじゃなくて、その何日も帰ってこれないような働き方にもメスを入れていくべきじゃないかと考えるわけです。まあ、私参参考考人人かから先ほどあの営業ののののののの復活についても言及ががあったわけですが、まあ、それぞれぞ皆様この固定給の引きき上げの必要性とか働き方の 問題どう改善すべきかできるのかなどのご意見問題意識伺わせていただければなと思いますよろしくお願いいたします真辺参考人はい。あのこの問題については経営者としての立場からお答えをしたいと思います、えー、賃金の問題ですけれども Y 級があの比較的高くてそれからそういう制度を取っている会社さんが多いと いうのは今まではこう時間に関係なくですね例えば960時間じゃなくて1000時間以上働いておられたまあ完全不合とは言いませんけどもまあ残業代を越すような不合をもらわれているということが可能であったわけですけれどもこれからはもう可能ではありません960時間という規制がもうきっちり入りましたから我々も労働組合に対して これに対してじゃあ、時間あたりの賃金をこういうふうに上げていこうとかですね、えー、もらえてなかった高速代をこういうふうにもらおうとか、まあ、いろんなことを話をさせていただいているところです、で、あの、固定給を引き上げていくというのは、安定してあの、従業員さんたちが、この会社に勤めても、安定してると思っていただけるのが一番、まあ、ドライバーさんたち聞くとですね、えー、大事なことだと思いますので、これは経営者も、 労働組合も同じ目線でいくべき話だと思います、反面、あの先ほど144時間の問題もありましたけれども、あれを決めたときとですね、今と何が変わったかというと、お客さんが例えば土曜日に我々は地方から野菜を持って行って、市場会長してます、土曜会長はやめてほしいんですよあの、週の途中かなんかに会長してほしいんですけど、まあ、土曜会長がある。 でも土曜会長があったとしても、本当は値段はですね、の多分国会議員の先生方、ご存じだと思うんですけれども、9割はもう相対取引です、ですから、競りでかかってるものは1割です、それだったら、ゆっくり運ばさせていただいて、もしくは高速道路をあの使って、きちっと運んだ上で、帰りにも確保して帰ってくると。 今、積載効率が悪いということで、CO2 削減も含めてです、ね、あの我々業界も言われてますけども、そういったことを考えるときに、土曜日に行ってです、ね、次、帰りにのお客さんのところに,、まあ日曜にこう、日曜日に、日は休みだからと思うんですけども、この頃ハッピーマンデーが異様に多いんですよ、月曜日休み、でお客様は月曜日休み、工場も休みですいうふうにおっしゃって、火曜日来てくださいとおっしゃるんです。そうすると 144で帰ってこいとっ,っても、現実的にはもう帰ってこれない、そういう外部環境の変化もありますので、まあ、あの労働者の方も必ずこの144を超えていきなさいということはありえないことだと思いますけれども、一定の要件の下ではです、ね、じゃあ、こういうふうにして待遇もこうしますとか、あの行った先できちっと。 あのベッドにです、ね、あの自分の車の中じゃなくても泊まれるとかです、ね、そういうことも考えながら、あの実態に合わせて144時間というのを考えていただくのは必要だというふうに経営者としては思ってますので、これもやはりあの労働組合とか、あの運転手たちのドライバーの意見も聞きながらです、ね、考えていきたいなと思いまますす以上でございます成田さん、はい、した まあ先ほどあの私の前段の話の中でも、やっぱり v 合 q 部分の多いということをお話をさせていただきました、それで今、の今我々の組合の中でもです、ね、なかなかあの現場に出てるドライバーの方たちが、そこまでの賃金の仕組みをすべて理解しているかってとなると、なかなか難しいところがありますので、まあ、いろんなセミナーを含めてです、ね、こういう形にしたほうがいいかということをまあ積極的に今取り組んでいますので、その中であのいきたいと思っています。えー、確かにあの賃金が上がが上っってても時間が減って 給料が変わらないとか減ったってなるとですね、やはり先ほどのあのもっと稼ぎたいってところ話に繋がってしまいますので、まあ、そこはそこにしっかり改革をしていきたいというふうに思っています。あとまあ,あの今回まあ労働時間を,を短くしていくってことがありますので、まあ、先ほど144時間の話もありましたが、まずはあのその今のルールの中でしっかりやっていくことかなと私たちは思っているところであります。またあの中継輸送を含めてですね、さまな対策もあると思いますので、その中で労働時間を短くしていくってことかなといううに思っています。以上です。 足立参考人はい、えーとまあ、あの労働時間、えー、というか、まあ、基本給の低さの問題ですが、えーまあ、私たちが、まあ、通常、トラックの運転手と話すると、えーいまあ、少ないところでも、少ないところであれば9万円、6万円、基本給がというところで、あと、 歩、えー、合給だとか職務給だとか、いろんな手当てがついて、えー、所定内と言われる、まあ、ちゃんとした、まあ、一定きちんとされてる企業であれば、大体いい17万から18万、これが所定内、えー、という感じになります、これ割ると大体いい1000円ぐらいに、えー、1時間当たり1000円ぐらいになるというのが今の実態で、運転手からするとほとんど最,最低賃金近いような数字で今なってるので、健康労働としてはまずは6割以上。 を目指したいというふうに思っていますし、できれば7割、8割というやっぱり基本給、かの所定内をねしっかり固定給を作りたいというふうに考えています。それと、やっぱり働き方の問題ですが、まあ、今ありましたように、144時間といいますか、144時間というのは、あくまで拘束される時間、ドライバーがね、行って帰って、でその間に休息も含めて、麻、ま、ち、あ、さんが言われたように、途中も止まって、 でそのすべてを車両内で拘束されてしまうドライバーがいて、その間は休息期間であれば、賃金が払われないということになります、実際に走っている部分についてはもらえますが、えーまあ、拘束されている、まあ、トラックの中で寝てる分、寝てるやないかと言われたら、そうなんですが、結局、家にも帰れずに、やっぱりなっている労働者がいるということについては、 賃金は一切支払えれずということになりますそういったことも含めてです、ね、そういうことがやはりいろんな疾患の問題に出てくるんではないかなというふうに考えていますので、まあ、こういったものについての、ね、考え方をもう少しこれから強化しながら整理していきたいというふうに考えています吉良佳子君。 まあ、やっぱり固定給が低いままでいいのかっていうところで言うと、やっぱ引き上げも必要だし。まあ、百四十四時間以内で、どこでもかしこでもとか、その休息も含めてっていうところでいくと、働き方。もっともっと、この環境に合わせてですね。今の現代の環境に合わせて改善していく余地があるんだよなと。いうお話があったかと思います。大事だと受け止まりました。で、最後になるのかなと思うんですけれども。成田参考に、それから私参考人に,に、あの、伺いたいと思っているんですけれども。二千二十四年問題につい。て ですね、あのこれ、まあ、荷物が滞る問題というような捉え方もされていると思うんですが、まあ、私、参考人からそういう問題ではなくて、やっぱり労働者の待遇改善の問題だっていう問題提起もあったかと思うわけです。でトララックドライバーのの中にはこ2024年問題という 言われると、労働時間短縮で物が運べないことが問題だというふうに言われて、まるでこう自分たちが責められているような気もする。などという声が上がっている、ということも伺うわけです。けれども、やっぱり、この問題を考えるときには、ドライバーに責任や犠牲を負わせるような議論や施策というのは許されないと思います。けれども、その点について、現場の実感や声、思いも含めて、お二人からお聞かせいただければと思います。では、まず、成田参考人。 はい、ありがとうございましたあのおっしゃるとおりで2024年問題というこの問題というのがすごい我々も違和感がありまして問題ではなくて それはあの私たちの働く環境に問題があったと思ってますので、まあ、そういう意味では問題ではなくて、解決するためにどうかというふうにまあ思ってます。のでえー、なかなかの現場で問題、問題とて言われるとこちら側の問題になってしまうんですけれども、まあ、そうではなくて、働き方改革含めて、我々も努力しますけれども、まあ、いろんな方々に協力いただくということなので、そこはの一般の消費者さ含めて、問題という言葉を変えてです、ね、私たちはしっかり荷物を運びたいので、 運びますから、しっかり協力してくださいというふうにすり替えていろいろ話をさせていただいているところです、以上で足立参考人。はい、えー、2024年問題、まあ、当初言ったとおり、やっぱり労働時間をどう短くして、やっぱり働きがいの,働きがいのあるやっぱりトラック産業を作るのかという問題だというふうに思っています。で特に最近よく言われるそのお気配だととかか軽,軽貨物のの労働者なんかはその関係で言うと えーまあ、再配達とか言われます、で僕らは、えー、僕は当初やってる頃、えー、は、当然、労働時間としてカウントされますし、残業時間もつきます、えー、再配達になればね、しかし、経過物の労働者は一個なんぼでやってるので、結局その部分がちゃんと、えー、自分の稼、まあ、収入にカウントされない、ここが僕は大きな問題だというふうに思っています。えー、再配達する、えー、させる、えーまあ お客さんは悪いだけではなくて、やはりそこにしっかりと運賃、賃金がカウントされないということが、一番問題だというふうに思っていますし、その中でやっぱ長時間労働をなくしていくということの一環としてね、そういういろんな課題があるんではないかなというふうに考えています以上です。 吉子君、ありがとうございます。まあ、いずれにしても、ドライバーのみに責任や犠牲を払わせるような、そういう議論や施策ではない、あの議論を進めていかなきゃいけないなという思いを強くしました。どううもありがとうございます。